皆さんこんにちは、ネタゲーをようこそ、フランス人のメディです。今日もジャパンアミューズメントエクスポ2013の話したいと思います。まあこれで4回目になりますね。で今回はね、タイトとカプコンのブースを紹介したいと思います。では早速タイトのブースの紹介から始めたいと思います。このブースでは一番目立ってたのは、グルーヴコースターというゲームですね。まあこのゲームは、2011年に出た iOS の、ゲームを元にしてます。まあこのゲームでは、まあいろんな曲をね、まあリズムに合わせて大きなボタンを2つ、押すことですね。まあこのゲーム機の、まあ、アーカード版がね、結構カビネかっこいいですね。あとは大きなボタンなんですけど、歩行器としてもね、使えます。まあ結構面白い機械ですね。まあこのゲームがね、多分今年、まあ、2013年の冬に、稼働予定です。次は、格闘ゲームですね。まあ、タイトルのブースで、格闘ゲームがありました。まず、ハートフルの数字対戦アクションゲームのアルカナハーツの新シリーズ、アルカナハート3、ラブマックスですね。まあ、このシリーズが、まあ、結構人気がありますね。まあキャラクターたちやね、女性がね、主にですからね、可愛いし、まあ、このゲーム待ってる人たちは結構います。まあ、元々は3月に、稼働予定だったんですけど、まあいろいろとあって、とりあえず2013年の春なので、そろそろ出るんじゃないですか。まあ、このゲームでは、まあ、新しいシステムもあるし、あとは、まあ、ゲームのバランスが、まあ、調整されたという話ですね。またね、もう一つ次、格闘ゲームがありましたね。カオスコードの最新作、カオスコードニューサインオブカタストロフィー。このゲームでもバランスの調整があって、前作のボスもプレイ可能になりました。ちなみに今まさにロケテストを行っています。あとはね、タイトの景品ブースもちょっと散歩してみましたね。まあ、このブースの入り口には、四つ葉とで夢の、まあ、登場する、ダンボーというロボットが、結構ありましたね。でそのフィギュアの中になんかスピーカー付きなものもありました。あとは、まあ、いろんなね、これから、まあ、企画段階の、フィギュアがね、結構紹介されちゃったんですね。特になんかペルソナのフィギュアはちょっと気になったんですけどね。あとはぬいぐるみがね、たくさんありましたね。例えばトロと、クロのね、まあね、あのゲームのキャラクターね、夢のゲームのキャラクターも結構、ありました。でブースの奥に、マリオと初音ミク、千本桜の関連グッズがたくさんありました。ボヨウサギっていう、なんか耳が長いウサギの商品が結構ありましたね。あとは木ぐるみが、あって、耳やっぱり長いからもう全部頭の上に畳んでたですね。出ないと絶対に踏んで転ぶでしょうね。さて次はカプコンのブースに行きたいと思います。まあカプコンのブースね、今年の6月に、30周年に向かいます。もう30周年って早いですね。でまあこのブースで、一番、まあ、目に入ったのは、まあ、モンスターハンターで有名のアイルとブーギーが主人公になっているゲームですね。このゲームが、モンハン日記プリプリブーギーレースというゲームですね。まあ、このゲームは、まあ、ブーギーを揺らして操作しながら、走るというゲームですね。まあ、このゲームの操作そうなんですけど、実際にあのアイルのね、仕草も結構ね、面白いですね。普通に笑います。さらに、ね、やっぱりこうみんな一生懸命ね、ブーギーのお尻、押して、なんかそういう要素を見るのは結構ね、面白いですよ。まあこのゲームは、まあ、みんなすごい揺らしてるんですけど、本当に重要のはその、まあ、揺らすタイミングですね。お前いいタイミング押せば結構早く、ブギちゃんがね、走ってくれますね。まあそれではやっぱ子供でも大人でも、まあ、みんな遊べるように、まあ、力よりもこうちょっとタイミングという、重要性でした。次は、メダルゲームの話したいと思います。これもね、またモンスターハンター関連、モンスターハンターメダルハンチングですね。まあ、これですぐ分かりますね。今回モンスターを狩るんじゃなくてメダルを狩ります。まあ、このゲームでは結構大きな画面で、迫力、ね、のあるモンスターたちが攻めてくるし、あとはこのゲームなんかこういろんなギミックがあって、実際にこう本当に画面に出てる情報とギミックの関連性がね、面白いですね。例えばスロットでボールが
画面に出るとなんか次と画面に消えてこう機械から出るみたいな形、あとはもうルーレットとかにもねちゃんとこう画面に合わせて表示されてるから、まあ面白いですよ。まあこのゲーム結構前から稼働中ですね。もう一つかなりね派手なメダルゲームがありましたね。それはマリオパーティー不思議のコロコロカーチャー2ですね。まあ名前でわかると思いますが、マリオパーティーを元にした、メダルゲームですね。もうこのゲームがとりあえず派手ですね。色合いも結構ね鮮やかし、なんかこのゲームの中に例えばクレーンもあって、そのクレーンが、マリオかルイージの帽子の形になってるし、あとはクレーンが実際に、持ってくるボールもさまざまな模様とか色がありますね。例えばヨシの卵とか。あとはもうゲーム自体にも画面がね回転している大きな画面があって、あとはそれぞれサテライトに、まあ固定な画面があります。まあその画面の中で、まあマリオパーティーと同じように、マリオたちが、ボードゲームみたいなこういろいろと進みながらミニゲームに参加しているような形になってます。まあ結構ねいろんなものがこうチカチカしているのでなかなか目がね休めないですね。まあこのゲームがまだ、稼働時期が見てですね、カプコンのブースではなんか UFO ガチャのコーナーがあったんですけど、結構その中に変わった、UFO ガチャありましたね。それはスピンドロップという UFO ガチャです。まあなんて説明すればいいんですかね。もう商品が回転してる台にね置かれて、その台になんかちょっと出っ張りがあって、それをね、まあ上から下へ、落とす、ね、棒で当たるような形になってます。だからね、狙いも重要だし、で実際にね押すタイミングが結構重要ですね。なかなかこうコツがいりますね。あとはねカプコンのブースでも、まあ商品がねいくつか、展示されてたんですね。主にアエルと、ブーギーをテーマした商品ですね。まあぬいぐるみとかフェンスとか、もう本当にさまざまなグッズが、ありました。さて、今日はここの辺で終わりたいと思います。まあ、いろいろとねジャパンナムズムテキスポを紹介してきたんですけど、またちょっとね残ってます。まあ今度多分マンプレストの、景品と、ちょっとはあとはそのゲームセンターに関わる、まあ、技術やらいろいろとね変わってるものを紹介したいと思います。多分次回は、まあ、ジャパンアミューズメントエクスポ2013の最後の番組になります。今日の番組はどうでしたか。面白かったかな。まあ皆さんの、アドバイスやコメント動画の下でねコメントを残してください。それではまた近いうちに、さよなら。